はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ペイントでございます。死神でございます。皆さん、お久しぶりです。まあみんな七味のね、旅の動画を待ってくれてたと思う。それがね、実はみんなちょっと事件があって、実際のところ僕たち旅に行ってないんだ。いや、行く気だった、行く気だったんだよ、マジで。ほんとね、死に神行く気だったよね、俺ら。いや、もうだって、詰めてましたもん、荷物。もう荷物も詰めて、予定も。当日朝行くぞっていう。そう、当日朝行くぞって時にね、いつも旅する時は、うん、死神くんと僕とさらに撮影とかいろいろとやってくれてる、その、虎蔵さんっていう裏方をいつもやってくれてる方がいるんですよ。はい。なんとその人が、当日、入院を。朝の5時だよね。朝の5時かな。そう、旅だったから早く出るために。そう、俺もうめちゃくちゃ早起きして、朝の5時に LINE を見たの、すまん、行けなくなったみたいな。ちょっと、なんか僕夢見てんのかな。俺もと思って、夢覚めてないんじゃない。って入院するって、みたいな。もう僕、それ見た瞬間にオンラインゲームのパスワード入力してましたよ。おい、ふざけんなよ。まあ、そういうことですよ。とりあえず、ですね。旅は今のところ延期になっている状態です。はい、それで、もう一つ重大な報告していいですか、死神くん。ちょっと、まずなんでここにいるのかっていう。見慣れない景色だよね。はい、ちょっとね、こんな湿地ありましたっけ。レリムズの、契約が切れて、はい、はいはい、七味のワールドに入れなくなりました。ワールドデータが手元にないんですよね、うん、レリムズ。そう、レリムズはもうその向こう、マインクラフトのそのサーバーを借りてやってるから、そのマインクラフトのサーバーにアクセスできない限り、はい、そこには入れないという致命的な欠点がありまして、あ、僕たちは今その状況、便利だなって思ってたらね。そうなんですよ、困りましたね。で、なんか再契約しようと思って、はいはい、再契約したんだよ、死神くん。うん、そしたらね、うん、もう一つワールドできちゃった。ペイント今画面では見せてると思うけど、ペイントワールドとペイントゥーンワールドっていうのが、はい、なんかできちゃった。もう一つの世界、アース2みたいなのができちゃったんだよね。パラレルワールド、なんか方法はあるかもしれないんですけど、わかんないんですよね。わかんないんで、皆さん、わかるレリムズに詳しい方、はい、ぜひコメントをください。よろしくお願いします。まあ、ってことでね、七味ワールドが戻ってくるまで、はい、ここを仮七味ワールドとする。はい。よろしいかな、死神氏。とりあえず、なんかこう、七味ワールドにするために七味ちゃんを作るのが先決なんじゃないかな。簡易七味ちゃん作るか。そう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 、5×5 ぐらいの。ちっちゃすぎだろ。5×5 ってちっちゃすぎだわ。まずピッケルを。牛うっせえな、ほんとに。おい、やめろ、おい。ん、それ以上お前泣くな。お前泣いたら、お前この作りたてのピッ、おい、泣いたろ、お前今泣いたろ。ペイントさん。なになに。うーん。お前、ミュート、お前ミュートするぞ、お前音。やめて。いやー、でもなんかこう、実況撮る前って声出しするじゃないですか。うん。ちょっと今日のペイントさんのね。何？今日のペイントさんの声出しを僕ちょっと面白かったんでメモっておいたんで読みますね。うん。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、お前そんな言ってないよ。ねえ。言ってた。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリーって。言ってないよ。言ってました。お前、そういうなんかやめろ、イメージダウン。俺のイメージダウン。俺の声とこれどうですか。やめて、そうやってなんか変な印象つけんのやめてくんない。いや、あなた変な人でしょ。お前ふざけんねん。死神くんほど変な人じゃないよ。いやいやいや、僕は割と常識人ですよ。常識人がコスプレして電車に乗るか。やめてください。やめてください。コスプレして電車乗って嘘振りまくる、やめてください。嘘じゃないだろ。コスプレとかしたことありません。新宿駅前で集合したら、お前コスプレしてきたら、お前。
で今回七味ちゃんも作りたいけど、もう一つ作りたいものがある。ほう。今回スタジオを作りたいんだよ。スタジオ、その仕込んだようなやめてくんだコメントを読みたいんですよ、みんなの。ああ、それ用のやつですね。そう、なんかみんなのコメントを読むための部屋みたいな。はい。唐突的にこう動画の間でみんなのコメントを読んでいきたい、はい。まあ、今回はそういうの告知してないから。はい、なしなしで。てかこの動画から初めて見る人はさ、七味クラフトのこと知らないからさ、うん、説明してあげてよ、みんなに。ですね、七味クラフトというのはですね、はい、死神とフェイトがお送りする雑談ゆるゆるマイクラ実況でございまして、建築をメインと雑談メインじゃないんですかすごい、非常に分かりづらい説明ありがとうございます。なんであなたがやれって言ったんでしょ、打ち合わせもないのに。ペイントさんも紹介してください、初めて見る人のために。え、マイクラ動画です。なんなの本当に何がだよ、マイクラ動画ですよ。マイクラ動画だよ、それ以外、それ以上でもそれ以下でもね。初めて来る人もマイクラ動画だと思って来てんでしょう、ね、違うの。いやでもこれは一風こう普通のマイクラ動画ではないですね。こうみんなが求めて、みんなが知っているような、この動画非常に自由な動画になっておりまして、そうですね、うん、コンセプトは雑談メインということで、あの僕らの会話を楽しんでいただければというもう近年ね、こうサクサクが求められる時代になってきたからこそ、そうからこそ雑談が必要なんじゃないかということで我々がこう企てたこの動画企画でございます。まあ言ってしまえば雑であると。そう、雑、まあその通りでございますね。石持ってるかい？石持ってますよ。俺、おい、作業台あるんだが、な、作業台あるから作んない。なんで作るんだよ。目は何だったっけ、七味ちゃんの。七味ちゃんの目？お前、もうちょっと作んない、やめろや。普通に会話入る。いや、ダメって言われたらやりたくなるのが人間じゃないですか。七味ちゃんの見栄え覚えてます？いや、覚えてないよ。今でもペイントさんの後ろに七味ちゃんみたいなやついますよ。そう。あんなだったっけ、あんなだったこんな感じで、あんなだ、こんなんだったこんな文字だったような気がする。てかもう一つ作業台あるわここにね。なんなんだよ。ほんとだ、ふざけんなよ。どんだけ作業台好きなんだよ。よし、七味ちゃんを作ろう。うん、どこに作る、ここでか、まあ、そうですね、拠点になってるし、じゃここでいいな。うん、まずもうちょっとうろ覚えていくよ。足はこんな感じじゃない、まず、こういう回ってます、回ってます、そうそうそう、こう駅のね、ホームみたいな駅のホームみたいな感じうんうん、で、体を作っていこう、体をなんか、すね毛ボーボーみたいなやめろよ、マジで、本当にお前、すね毛でどれだけみんなにいじられる、お前、毛深さでどれだけいじられるか分かってんのか、お前。毛深いやつの気持ち分かるか、お前。でも男は毛深くていいじゃないですか。僕も毛深い方ですよ。いや、お前は毛深くねえよ。毛深いですよ。いや、お前は毛深くないよ。お前ちょっとなんか、お前あれで北海道で一緒に旅行した時も、お前、僕毛深いんだよとか自分で言ってたけど、お前は毛深い。いや、お前は毛深くないよ。お前まず。ほんと毛深い。あのね、勘違いしてるけど、僕反ってるからね、ほんとに。え、腕も？腕反ってますよ。え、やばっ！お前そんな。だって、あれだもん、僕の身長であんまりボーボーだと見栄え悪いかなと思う。腕も足も？足は反ってないですね。じゃあお前も悪い。足反ってないけどそんなないじゃんお前。だ、腕は人に見られることが多いんで。でもないじゃんお前。いやだから足あの、ペイントさんよりはとは言ってないですよ。お前もうほんと喧嘩売ったなお前。全国の。全国のお前あれだぞ、喧嘩売ったぞお前。許さない。毛深い人たちに。毛深い人たち。うん。いやお前は。死神程度で言うなみたいな。そう、死神くん絶対に毛深くない。はあ。まだまだね、救いがある。君は。まだ救いがある。僕だってもうマジすっげえ毛深いしさ、髪の毛さ、うん、めっちゃなんかもわってしてるしさ。でもなんかそういう男子が好きって人もいますし、全然個性じゃないですか。マジ？うん。もしかしてその今そういう系男子来てる？
知ってるんじゃん。毛深くて髪の毛もわっとしてる系男子、うん、だってこのチャンネル見てくれてる人はだってペイントさんのことが好きなわけでしょ。マジってことはみんな毛深い人好きですよえ、じゃあもう60万人毛深い人好きそうそうそう、全員毛深い人好きですよ。お前らなんかすごそういう感じなんかいつもなんか、うん、そういうノリじゃなかったからさ、みんな実は隠してた。え、コメントでいじったりとかそういうことですか。そうそう、なんか毛深い。それもだってあれですよ、ペイントさんが僕のこといじるのと一緒ですよ。ああ、愛あるいじりみたいな。そう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 。お前らごめんね、いつまでも勘違いしててこれはコメントが楽しみですね本当にごめんな。次回のコメント返信で今までお前らの気持ちに気づけなかった俺が悪かった、うん、俺からは二人で、じゃあ二人じゃなくてみんなでみんなでね、手を取り合って幸せな、うん、幸せな家庭を築いていこう、うん、シェアしていきましょう、うん、毛を白樺シェア、毛はシェアしねえよすげえかわいい。え、お、かわいいぞ。あって、かわいい、なんかお、海外の人来たら、おー、ベリーキュートって言う、絶対にこれ、海外受けもいいぞ、かなり。なんか七味町のさ、うん、PR としてさ、なんか、はい、方言も欲しくない。方言、七味弁。七味弁、ほう、いいですね。かお、やばくはない。なにそれ、なんでベロ辛そうな感じで喋るっていう。なにそれ、もっとなんか、かわいいさ。かわいい感じにします。かわいい感じ、ないの。なんかでも、方言女子かわいいですよね。あ、それもなんかコメントでね、うんうん、みんなが考えてくれたらなっていう。ああ、そうですね。リスナー投げやり計画え、でもダッチャとかよくないですか。ダッチャ、それはだってもう他のとこであるでしょ。ああ、そっか、そ、既存のものをこう引用するのはさすがにね、もうさすがに俺も許せない。ゾエゾエとかですか。あ、ゾエゾエ、なになにそれ、もう一回言ってない。え、実況取るゾエゾエちょっと待って、七味ちゃん手の生え方違う違う、待って、何が何がね、七味ちゃんこんなでしたっけ。わかんないよ、そんなの。え、片側に伸びてませんでした。え、こんなだったっけ。かわいいを目指したんだよ。あ、かわいいは作れる。かわいいは作れる。何してんのお前。それなんだよお前、なんだよ、背中から生えてんの何か何生やしてんの、何それ。体ですか。え、どういうことそれ。で、僕ケンタウロスみたいにしたい。お前は何はケンタウロス、ケンタウロスってどう、え、どう、何してんのそれ。お前それ、お前取り返しのつかないことになってるってこんなでしたよ、しみちゃん。もうやだよ、そんなんじゃないよ。なんだよそれいや、相変わらず僕の建築センサー抜群ですね抜群すぎるよ、みんなついていけないよこれ